はい。国道275、もしりというところまであと少し、あの熊の事故現場までここから直線で2キロないですね。あの右離れたところに、左離れたところに朱鞠内湖があります。で、この面白いっていうところまであと少し、これ道ありますね、これね、これやっぱり通行止めになってますね。この林道みたいな道が実は行くんですね、そっちまでですね。で、いつから通行止めになってるか知らないけど、今ダメですね。それで そうですね、ここからでもう2キロはないんですけど、もっと近づけた方が、ドローンは、飛ばしやすいということで、入る道があるんだけど、それが入ってくるかどうかを、確かめるために今日来てます。もう少ししたら左が開けてくる場所があります。そこは湿原なのか畑なのかわからないんだけど、道は一応あるんですね。その道行けるかどうかの確認です。それが行けたら、1キロちょっと 1.3 とかですね、の距離になるので十分飛ばせると。幌加内町もしりというところがあと数キロ先です。左この森が消えたら左に入っていく道が、あ、見えてきましたね。原っぱみたいなとこは、牛がいます。あるけど、これは違いますね。ああ、牧草ではなくて湿原っぽいんですね。ああ、これは違いますね。
じゃあ、よし。湿原の中に牛がいる。湿原中がこの広い牧草畑なんですね。そこにあるんですね、もう一本。これがどんな道なのか。ちょっと降りて見てみます。怪しいなって感じはしますけど、あ、行けるかな。私の車は苦しいけど、写真撮ってきます。